おはようございます。白菜です。本日のお話はですね、努力しようと思わないというお話です。努力がまあ大事というふうによく言われますけれども、まあ確かにその大事だとは思うんです。ただ、努力そのものにこう焦点を当ててしまうとですね、これうまくいかないんですね。しんどいじゃないですか。努力しよう、努力しようと思うと。だからね、努力に焦点を当てるのではなくて、目標とか目的とか、自分はこうだっていう、その自分のアイデンティティみたいなもの、そういうところに焦点を当てる。そうすることによって、努力しようと思わなくてもですね、その日々のその自分のね、行動とか考え方っていうものが変わってくるわけですよ。それ努力しよう、努力しようと思って、そっちにこう、まあ、目標があってもね、努力しよう、だから努力しようと思ってしまうと、いつの間にか自分の焦点が努力の方に向いてしまって、なんか努力が目的みたいなね、感じになってしまう。でも努力っていうのは、まあ、手段みたいなもので、別にそこに焦点を合わせる必要は全くないんですね。だから努力しようって思うことをまず、もうやめてしまった方がいいと思います。そうではなくて、さっき言った通り、その目標そのものとか目的とかっていうところに焦点を当ててやれば、もう自然とね、努力しようなんて思わなくったって、自然と普段の自分の行動とかっていうのは変わってくるんですよ。だから、なんか、あの人すごい努力しているように見えるけど、本人全然辛そうじゃないっていう人は、多分、努力してると思ってないと思います。それはなんか嫌味ね、意味ではなくて、本人がですね、まあ、確固たる目標とかがあって、今自分がやっているその普段の、ね、日々の行動とかっていうのは、もう、それぐらいやって当然というか、自分はもう、ここまで行くから、これぐらいのことはできると思って、日々やっているので、別に努力してますよっていう感じではないんですね。だからやってるよってアピールもしないし、さも当然のように、人から見たらすごい努力してると思うことをやってたりするわけですね。で、その方が、楽なんです、気持ち的にも。やっぱりね、人からね、こう、努力しなさいって言われるのもしんどいし、自分でも努力しようと思うのってなんかしんどいじゃないですか。まあ、これイメージの、問題もあると思うんですけど、その努力っていうものに対して、ポジティブななんかこう、関連付けができているのであれば、それでもいいのかもしれません。まあ、それでも努力が目的になっちゃったらちょっと違うと思いますけどね。だけど、努力って言われたらなんかこう、辛くて苦しくて、でもやらなきゃいけなくてみたいな、なんかそんなイメージが多いと思うんですよ。だから努力って言った瞬間にもうちょっと、あ、なんか嫌だなっていう、もうそういう気持ちになりがち。だから、努力が大切だと分かっていても、辛くなっちゃうんですよね。いざやろうと思っても、やりたくないな。めんどくさいな。まあ、下でいいかって思っちゃったりする。だけど、やっぱり日々の積み重ねっていうものは大事で。でも、その日々の積み重ねを努力だというふうに思うのではなくて、もっとその先のね、目標だの目的だのがあって、そこにずっと焦点を合わせているからこそ、日々の積み重ねは自然にできるようになる。誰かに言われなくても、強制的じゃなくてね、義務的ではなくて、自然な形で、人から見たらすごい努力していると思えるようなことができる。だからダイエットをできるかできないかっていうのの、例えばね、まあ、ちょっと極端な例かもしれませんけど、で言うと、モデルさん、自分がモデルだと思っている人は、太るようにそもそも、しないというか、太るようなことを
しないんです、自然と。太らないようにしようとか、食事制限しようっていうふうになんかこう、なんだろう、努力みたいな感じでするんじゃなくて、自分はモデルって思ってるから、自然と日々の行動とかが変わる。ということです。なので、努力しようと。努力が大切だというのは言われますけど、努力しようというのは、その考え方はもう思い切って捨ててしまって、自分はどうなりたいのか、どこに行きたいのかっていうのをはっきりして、そこに焦点を合わせる。そうすれば、日々の自分の行動も考え方も全部自然と変わっていきますので、辛い、そのなんか、努力をしなくてもね。なので、そういうふうにね、なんだろう、変に苦しまずに積み重ねができるようにしていっていただければなと思います。はい。では今日のお話は、努力しようと思わないというお話でした。では今日も素敵な一日を。